Quand t'es venu dans la rue inconnue. はい、こんにちは。はい、どうも。私は、キーボスのゆきやんでございます。本日は、なんと本日は、爽やかに、爽やかにご紹介したいと思います。Yes!、Oh! はい、本日、何から、今はちょっとうる、大丈夫?いけてるね。今ちょっと洗濯機回してて、ちょっとうるさい、耳障りにね、なるかもしれませんけど、そこは許しといて。許してほしいですね。ちょっとツッコミどころいっぱいあるよね。ちょっとまず僕の服装とか、これも何みたいなね。そしてこの画面揺れてるの何とかいろいろあると思うんですけど、一個一個解消していきましょう。Yes! じゃあまず一つ目。なぜこれ揺れてるかと言いますと、私ちょっとこれ、ちょっと待ってね。外しますね。これ一回。カメラから。これ。バイク乗ってんねん、今。Quand t'es venu dans la rue, 洗濯機回してる間の暇つぶしがてら、皆さんと喋りながら、そして運動しながら、なんと一石二鳥。1個、2個、3個あるから、3つ。一石三鳥。欲張り。欲張り。これはいいですね。楽しいの。最近も毎日バイクやってるんですよ。そう。で、なぜバイクをやってるのか。ヒート。皆さん、ヒートってご存知?知りない?知りない?知りないって何?知らないですよね?皆さん、そうなんですよ。ヒート。筋トレ好きには、いや、そんなんじゃないよ。体脂肪を減らしたい。いや、そんなんでもないか。痩せたい方に、うってつけの運動。たった5分。いや、違うな。たった3分でできちゃいます。この、バイクを使った運動。皆さん、説明しましょう。簡単に言います。15秒、10秒、15秒、10秒。このやつを、15秒ね、全力こぐ。10秒、ゆっくり休みながらこぐ。19秒、15秒、15秒を、全力でやって、10秒ちょっと休むね。休みながら、ゆっくりしながらこぐ。で、15秒、またこぎ、こいで、こいで、画角大丈夫?みんな失礼。大丈夫、大丈夫。大丈夫、心配しないで。Quand t'es venu dans la rue, 8回 !8 セット、きっついんですよ。もうきっつい。15秒、1にやって。で、10秒、こぎながらですよ。できませんか。こぎながら。で、8セット。しんどいけど、めちゃくちゃ体脂肪落ちるし、めちゃくちゃ脂肪がぐっと落ちるんですよ。ねえ。もう、やった後ってもみたいな、冬のマラソン大会。まず、冬で、なんでマラソン大会するんですよね。もうおかしい。僕、気管弱いんですけど、冬にやっちゃあかん、あれ。命の危険を感じますよ。その話置いときまして、めちゃくちゃみんな体にいいから、ぜひともね、バイクがあったらね、皆さんやってみて。やってみてください。よろしくお願いします。そしてこれ最後よね。これ一番気になるよね、皆さん。わかる?これ、どんぐらい、ホワイトボードを言うてまって。このホワイトボード言うてまんねん、これ。このホワイトボードが、どれだけでかいか、皆さんね。ずずずずずずと、見せていきます。ずん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 。めちゃくちゃでかない、これ。めちゃくちゃでかない、これ。やばない。授業で、はい。関根介、岩本。はい。板倉、お前もしっかりせえよ。伊沢は、もう、早う、いいしかおらへん。このクラス名字、いいしかおらへんの言うてね。そんなん起きまして。でかないですか?ちょっと。表しますわ。今ちょうどいい感じにね。こんな感じですよ。120センチくらいあるんですかね?このホワイトボード横で言ったら。今は、こんな感じでしか使ってないですけど、普段はちょっと考え事したりとか、この図形、数式表してとかね、やってます。はい。嘘です。でも、これは、もうマジでやってることなんで、皆さんね、ぜひとも参考にしてください。筋トレしたい方、いや、違う違う。体脂肪落としたい方、いや、違う違う。痩せたい方、こういう方には必見なので、皆さんね、見ていきましょう。まず、土曜日ヒートね、今、私が先ほど説明しました。この15秒、10秒の8セットのやつ、めちゃくちゃしんどいやつけど、3分、たった3分で終わっちゃうやつね。
これを、まあ、基本、まあ、この月曜日がやってます。だから週に6回やってますね。3分のその、しんどいやつ。そうすることによって血流がね、めちゃくちゃ良くなって、血行が良くなって、あの筋肉がね、つきやすいので、皆さんもぜひともやってください。はい。で、日曜日。ほぼほぼ毎日やってるんですけど、違うメニューでやってるから、腕、いろんなね、刺激の方法、いろんな方法、方向性で、何?方向性の違いで決めつつ、よくわかりませんけど、やってます。はーい。ということで、ちょっと戻りましょうか。あ、聞こえるね。聞いてみてみんな。この洗濯機の音、これうるさいんですよ。でもこの暇つぶし、この時間をつぶすためにも皆さんと一緒にね、ちょっとでも1秒でもいいから喋りたいなと思って喋ったらなんと、まあ今日面白い動画ができたんでしょうか。ありがとうねー、言ったよ。Quand t'es venu dans la rue。では、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、そして通知の、もう忘れなく。ではまた、会いましょう。Cause this is Africa. 南南南